バール、または、バールは、イタリア、スペインなどの南ヨーロッパで、軽食喫茶店、酒場のことを指す。タバッキを兼ねている店にある看板。単色の中に、白抜きで大文字の T を模したマーク。両脇には認定あるいは許可表と見られるマークがある。茶色の看板の店の方には、ドト,トカルチョの看板が追加されており、サッカーくじが買える店である表示も出ているバールは、 軽食喫茶店を指す。食事にも重点を置いたリストランテバールからコーヒー中心のカフェバール、アイスクリーム中心のジェラテリアバールなど様々なものがある。イタリアで単にカフェというと店ではなくコーヒーそのもの、一般的にはエスプレッソを指す。基本的にカウンターで立ち飲みするスタイルの喫茶店であり、バリスタがエスプレッソや カプチーノなどを作って提供する。朝食代わりにしたり、仕事帰りなどに気軽に立ち寄っていっぱい飲んでいく。軽食や夏場なら、ジェラートなどが用意されている店も多い。さらに公衆電話やトイレを備えるため休憩所としても利用される。中には、路線バス、市内電車、地下鉄の切符などを扱うところもある。さらには、トトカルチョなどのくじやタバコを売るタバッキや、 他の商店を兼ねている店も多い。語源は、英語のバーに由来するが、バーのように種類を飲むのが主ではなく、コーヒー類を飲んだり、地域の情報交換場所として使用されている。そのため、英語や日本語で用いられるバーと同種の店舗だと、考えるのは誤解となる。もちろん、種類も置いてあるので、注文自体は可能ではある。古くは男性のみが集まる場所であったが、 女性の社会進出に伴い女性単独での利用も当たり前となった。ちなみにテーブル席には別メニューの高い料金を取る場合が多くカウンターに比べてあまり利用されない。日本には1999年頃からイタリア系資本のセガフレードザネッティガバールのチェーン展開を行っている。なお、イタリア語版ウィキペディアでは日本語版の井戸橋、またカフェに相当する。 意見交換場所がバールと名付けられている。スペインのバルは、喫茶店と居酒屋と食堂とコンビニエンスストアが一緒になったような飲食店を指す。朝はコーヒーを、昼には食事とビールワインを提供し、夜はタパス、ピンチョス、アヒージョといった小皿料理と酒を提供する店が多い。飲食だけでなく、電話を借りる、店内のスロットマシンで遊ぶなど、 日常生活の延長線上にもあるとも言える。日本においても、タパス、ピンチョス、アヒージョとビール、ワインを供する、スペインバルを名乗る店があり、2005年頃から増加している。また、レーレーバルなどの形で、バル形式の飲食店や業態を指す言葉としても、用いられ、スペインバル、イタリアンバル、中華バル、和食バルなど、国や文化だけでなく、肉バル、 焼き鳥バル、魚介バル、餃子バル、泡バルなど、店のメイン料理を指す場合もある。ありがとうございます。